どうもシャーペンです。今回はまあ今年ももう3月ということで、もう早いもんで新学期も近づいてきてるわけでございますと。でも去年もこの時期やったんですけれども、恒例企画をもう一回やろうということで、まあ1年経過した今、まあ同じ題材でどのぐらい変わっているのかっていうのを見ていこうと思います。で、まず最初にやっていくのは、まあ結構需要というか見てくださった方が多い動画なんですけれども、現在入手不可能なのに強すぎるキャラクター10選でございます。で、まあこの動画のコンセプトはもうそのまま、もう今2022年3月6日時点で、まあ入手が絶対にできないキャラクターの中から、まあ多大なる活躍をしているものを10体選ぼうという企画ですね。で、一応ガチャゲンだけでいこうかなと。降臨キャラクターに関してはこれ別の動画で紹介したんで、現在作成不可能の方ですね。まあこれは概要欄貼っておくんでよかったらご覧ください。で、まあこれはそれぞれのプレイスタイルによって評価変わってくるんで、意見いろんなコメントは大歓迎でございます。まあ結構多いですからね、最近コラボとかアルファで。ちなみに去年の10戦はこの10体でございます。まあトレンドも入ってますけど、まああとアルファがまだ少なめですね。まあで今年はどうなるんでしょうか。というわけで2022年バージョンご覧ください。どうぞ。はい、まず1体目は仮面ライダーコラボで入手することできた新1号&新2号ですね。まずアビリティなんですけども、4種のギミックに対応している。まあ、ウィンドはまああんまり途上機会ないですけども、まあ、重力地雷ブロックっていう結構メインなものを対応してますし、まあ、その活躍の幅の広さに、まあ、2種の超アビリティで時間殴り火力を強化しつつ、まあ、ドレインがあるって、この回復が、まあ、高難易度とかでは本当に優秀すぎるセットだなと思いますね。で、そして SS が駆け回った後の追撃がボス必中で、クロスで攻撃パンってしてから中心攻撃するって流れで、まあ、弱点効果アップも相まって、まあ、特に中央弱点とかの場合はもう超高火力になりますね。まあ、結構ワンパンキャラの中でも理想火力は高めかなと思って、まあこの豊富なアビリティと強力な SS で、まあ、ダウトをはじめとした、まあ、ダウトで結構一気に評判が上がった気がしますけども、まあ、それ以外もその水属性の高難易度においてはもう最強クラスのワンパン性能を誇っていまして、まあ道中というかもう友情コンボの貢献はほぼできないんですけど、まあその代わりにこのアビリティと SS、 まあドレインの HP 管理もありますし、道中すごい安心できるんで、まあ、かなりいいキャラクターですね。ワンチャン次のゴーゼスの様でも活躍するかもしれませんという。2体目がモンストブライダルで登場した風神雷神アルファ。これフラパ直前でアルファイベントだったんで相当鬼畜なタイミングだったんですけども、まずギミック対応力は地雷ウィンドっていう結構まあ低め、汎用性は低いんですけども、まあ火力を強化するものが多い。で8ターンからと低ターンで打てる SS は自強化プラス壁すり抜けっていう、まあこの高いスピードを活かしやすいものでもとにかく動き回れますね。で2回出せる友情コンボは阻害されることもなく画面全体の敵を攻撃することができる強力な2種の無属性友情を持ってると。まあ実装当初はスペックは高いんだけど目立った仕事ないよねっていう、まあただアリアとドアビリティでしたし、まあなんかもらうんだろうなと思っていたら、もうその後まあもう1回ともなくアーフィア登場して再テストになりまして、まあ、評価急上昇ですね。で初回だけでなく、そこから鉄製追加もほとんどなく、で後続の鉄製追加、まあ、グロリオソとかラプラスアルファ登場したんですけども全く揺るがない。まあ、今のところ最初から今まで最適の立場揺るがないってのはやばいですね。まあおそらく予想ですけど、こっから揺るがずに今年復刻してその後に重心化で最適くんじゃないかなと思うんですけども、いやここまで揺るがずに、しかもアンフェアっていうめちゃくちゃ強い運幕につながるキャラクターなんで、まあ、かなり重要なところが、まあ、期間限定ってのが厳しいところですね。3体目がダイの大冒険コラボで登場したダイ、まあ、フラパのコラボですね。3種のギミック対応にこちらも豊富な火力強化アビリティ持っているんで、時間殴り友情コンボ両方とも大幅に上がってますね。で SS の自強化した後の追撃なんですけども、ボスの弱点に向かって飛んでいくというもので、まあこれにアビリティとか超バランス型の恩恵も乗って、まあ、高い火力を結構簡単に発揮できますね。まあ、ボスが弱点持ってたら大抵仕事してくれるっていう。で友情コンボにもカウンターキラーと友情ブーストで、オートジャベリンに関しては超バランス型の恩恵も乗って、まあ、特に単体火力、ボス単体になった時とか結構頑張ってくれますね。まあこのスペックにしかも隠れ仕様によってボス戦からは 1.2 倍の火力になることがありまして、もう本当ハイスペックキャラクターなんですよ。で明確な仕事というか、もうここぞって仕事はもうバランぐらい、あの超級大の大冒険のそれぐらいで、まああまりもらってはいないんですけども、このスペックを生かしても無理やり鉄製になっている、活躍の幅広げてるってのがすごいところだなと思いますね。さすがフラパコラボ。4体目がモンスト夏休み2021で登場した十文字ライバーアルファ。アビリティが希少な2種の壁対応していて、貴族性への講師の強化、まあ、原則壁登場するとさらに動き回れるよってものですね。で短縮できる SS はシンプルかつ強力な壁ドンと、まあ、自分のこの対貴族性の強さとか高い攻撃力を発揮できますし、まあ、友情自体の火力は低いんですけども、その代わり直殴りのサポートに関しては優秀と。で複数編成時にはこの高スピアップの誘発で
結構動き回れますし、まあ主な仕事としては28獄で、まあとりあえず SS を打ったらもうそのステージはなんとかなるっていう、もう雑な強さ、適当に打ってもまあなんか抜けられますし、まああと他のクエストでも結構ギミック対応せずとも貴族性クエストで無理やり活躍することも多かったんで、僕ちょっとまあ色眼鏡かもしんないですけど大好きなキャラクターですね。5体目も同じくモンスト夏休み2021で登場したアザトースアルファ。ギミック対応力がダメージ来減速株とかなり高めで、それに埋水 EL、ダッシュ、友情ブーストの火力強化アビリティも豊富ですね。で、さらに短縮できる SS のブースト効果でさらなる火力を発揮できますし、そして注目はコピー友情と、まあ、タラタラコピーするだけでなくコピーした友情コンボに超バランス型、友情ブースト、まあ、ブースト SS の恩恵も乗って、貴族戦にして放てるんで、もう共有上キャラクターと組んで水属性のクエスト行くときだったら結構相性抜群ですし、まあ、ちょくちょく相性のいいキャラいたと思うんですけども、特に今ネオのリフレクションリングを強化してコピーできるんで、もこれで評価は急上昇しましたね。まあでしかも今後も共有上キャラクターが出るたびに相方候補になれるんで、まあ、ちょっと前は超砲撃型の影響でコピー若干話聞かなかったですけども、なんか一周した感じありますね。6体目がリゼロコラボで登場したベアトリス。星5なんですけども、地雷減速壁の厄介なギミックに対応しつつ、砲撃型かける友情ブーストの超絶貫通拡散弾ということで、まあ、自身が貫通ってのもあって、まあ、広範囲への殲滅力が高い、まあ、複数編成長とかも強いですし、まあ、爆発キャラクターと組んで突っ込むっていう戦い方もできますね。で、しかも友情だけでなく、直殴りも超マイス M とかの恩恵で、まあ、優秀に働いて、で、貫通の SS 弾チャージ M で味方の SS を短縮しやすい。まあ、SS も画面全体届くんで、打ち漏らしを防ぎやすいということで、まあ、現環境の星5制限クエストでも最高峰と言える性能ですし、で、しかもそこだけにとどまらず、まあ、イグノの鉄製持ってるっていうのが、まあ、えぐいですね。まあ、結構コラボ星5の世代交代ってのはいくつかありますけども、またこれは時代築いてるなと思いますね。7体目がシャーマンキングコラボで登場した朝倉陽。まずアビリティなんですけれども、3種のギミックに対応していることだけでなく、もう全てが時間なく友情コンボ火力につながるものとなってますね。で、 SS の追撃用割合効果なんですけれども、自強化中に触れた敵の数とヒット数によってパーセンテージが上昇していくっていう特殊な仕様がありまして、しかもこのパーセンテージが 100% を超えることもできるんで、もう無理やりにでも石ゲージ持っていくって戦法も可能ですね。で、友情コンボを直接的に火力出せるっていうのは超強拡大貫通録音初期化だけなんですけれども、まあ、これに砲撃型弱点キラー2回出せるってもので、まあ、火力は想像以上に高いですね。で、サブの高スピアップはもう言わずもがなのサポート性能で、まあ、かなり便利枠としての活躍が多くて、個人的に結構持っていて良かったなって思うことが多いですね。で、今後も敵の HP がめちゃくちゃ多くなっても SS で対応できますし、まあ、それに加速2回出せるっていうもう超長い性能ですね。まあ、これもちょっと僕好きな性能すぎて過大評価かもしれないですけども、なんかいろんな動画で紹介してる気がするもん。8体目が呪術廻戦ゼロコラボで登場した乙骨雄太。ダメオワープ魔法陣の対応にファーストキラーとダッシュで火力を強化しつつ、この状態上レジストが便利ですね。高い HP を保っていれば状態上にならないっていう。で、友情コンボは両方とも阻害されない共有上でも相性抜群、まあ、壁際の敵をパワードライブで削って残った敵をハイクロスでやるっていう。で、しかもそれにファーストキラーと超バランス型の恩恵も乗って、まあ、闇属性のクエストではもう当たるだけで効果力を発揮できますね。で、 SS の自強化部分は触れた味方の HP と状態上回復効果があって、で、止まった後はボス必中の強力なレーザー攻撃をやって、最後に画面全体に割合の追撃をするっていう、もう、まあ、ターン数長いんですけども、もうそれに見合った盛りだくさんのものですね。まあ、現状闇属性のクエストに連れて行ったら、まあ、とりあえず活躍してくれますし、よっぽどのことなかったら、まあ、光属性のキャラクターで言うともう最高峰ですね。サンダルフォンに次ぐぐらいの。まあ、ただこの性能がね、引きづらすぎるガチャ、期間も短かったですし、それが辛いとこでしたよね。9体目がワールドトリガーコラボで登場した久我悠真。まあ、そして先日の第2弾で下位になったんですけども、まあ、重心化と全く一緒のアビリティでコネクトスキルに新しいものをもらうっていう、この新しいタイプの回で、まあ、そのためコネクトスキルを発動しなくても弱体化するわけではないんで、で、SS の追撃はもう重心化と比較すると、まあ、安定感は減ったんですけども、まあ、火力を出せる状況ってのは変わってまして、まあ、クエストによって使い分けが可能になってますね。で、友情コンボはブーストが乗るコピーがそのまま棒スピアップになりまして、友情に関してはもうほぼ上位互換ですね。発表時は不安だったんですけど、また新しいタイプの回の立ち位置で満足、まあ、使い分けというかね、まあ、別に重心化で使ってもいいですし、まあ、道中は友情コンボで火力とかサポートをこなして、ボス戦は SS で効果力を出すって、もう隙がない性能だから、今後本当に使われなくなる未来が見えないんですよね。不老不死な気がする。そして最後がワールドトリガーコラボ第2弾に登場したクロエ双葉。
こちらも星5キャラクターなんですけども、ダメワープ減速壁の豊富なギミック対応に2種の超アビリティと2種のキラーで火力を大きく高めてますね。で SS は赤妻善逸のようなボス必中の攻撃力のもので、まあアビリティの効果もあって星5ですけども芸術星が狙えますね。で超強乱キラーにもファーストキラー乗って、まあ、一撃の火力がでかいんで、まあ、普段友情コンボが通らない敵に通ることもありますね。で星5なんですけども、ゴージャスのアビニベーシャ、レクイエム、ディビジョンとかその辺のゴージャスでワンパン狙えるってのは、もうこれまた化け物スペックでしたね。まあ、昔の善逸を思い出すというか、まあワートリから始めた人でもゴージャスに行ける権利というか与えられた、またすごいキャラクターでしたね。はい、ということでいかがだったでしょうか。まあ、感想としては、まあ、まとめてみると意外とまたアルファ少なかったですね。クリスマスとかニューイヤーも入れたかったんですけど、結局コラボ選んじゃったっていう。あと去年の夏休みアルファに関しては夏の夜市も強かったんで、これ3体とも強かったですね。あと特に言うことは、まあ、ワートリもコナメ先輩も入れたかったけどね、もうやっぱ10体じゃむずい、まあ、レムとかもいるし難しすぎましたね。まあ、というわけでよかったらコメントなんか皆さんの強いと思う今入手できないキャラクターいましたら教えていただけると幸いです。あとついでにチャンネル登録もしていただけると、こんな感じで動画投稿頑張っていくんで、よかったらしていただけるとモチベーションつながりますんでよろしくお願いします。これからもぜひ。ではご視聴ありがとうございました。さよなら、バツ。